ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。体にタトゥー入れるのってめっちゃ痛そうだよね。急にどうしたんだ、霊夢。でもそうだな。タトゥーは針で皮膚を掘るからな。考えただけでも怖いよ。何言ってるんだ、タトゥーなんて身体改造の序の口だぞ。世界にはもっとヤバい身体改造をしている人たちがいるんだ。ってことで今回は世界のヤバすぎる身体改造10選を紹介していくぜ。一つ目に紹介するのは眼球タトゥーだ。眼球腕でも、めちゃめちゃ怖いのに。考えただけで怖いよな。24歳のチャット・ギャリンガーさんは全身にタトゥーを入れ、下に切り込みを入れてスプリットタンにしている身体改造マニアなんだ。そんな彼女が、次に選んだのが眼球タトゥーだったんだ。眼球タトゥーって具体的にどういうものなの？白目の部分に色素を注射して着色する、ハードコアなボディアートなんだぜ。ハードすぎるよ。ギャリンガーさんは白目を何色にしたかったの？紫だ。宇宙人みたいになりそう。確かにな。実はこの後ギャリンガーさんに恐ろしい異変が起きたんだ。どうしたの？なんと、彼女の目から紫色の涙が流れ始めたんだ。え？すぐに病院へ駆け込んで治療を受けたが、左目は大きく腫れ上がり、視力は限りなくゼロに近いほど低下してしまったんだ。どうしてそんなことになったの？原因は、眼球に色素を注入する際に使った器具からの細菌感染だったんだ。医師の診断では、症状があまりにもひどいため有効な治療法もなく、完治させるのは難しいとのことらしい。あらら、2ヶ月経っても白目の部分を覆うように、紫色の色素が固まってしまっている状態なんだ。左目には絶えず激痛が走り、目を開けることもままならないらしいぞ。眼球タトゥーは失明の危険もあるから絶対やっちゃダメだよ。霊夢の言う通りだな。2つ目に紹介するのは暗視目薬だ。ガブリエル・リシナさんは、葉緑素に似た物質クロリンエロクト、インシュリン、ジメチルスルホキシドなどを混ぜて、暗視目薬を作ったんだぜ。暗いところでも目が見えたらいいなって思ったことあるけど、実際にやっちゃう人がいるとは、びっくりだよな。暗視目薬を刺して暗い場所で実験した結果、リシナさんは一時的ながら、50メートルほど離れた暗い場所にあるものも見分けられたらしいんだ。すごい、私もやってみたい。やめとけ。クロリンエロクを一回、目に刺すだけでも、網膜の出血や、網膜中心静脈の閉塞が起こりうるんだぞ。怖い、やめておくよ。三つ目に紹介するのはヘッドホンインプラントだ。リッチリーさんは、自分がいつか失明してしまうことを知り、音の処理能力を高めることで視力をカバーしようと考えたんだ。音の処理能力なんてどうやって高めるの？耳に磁石を埋め込み、アンプとバッテリーパック、首にかけたコイルとセットで使うことで耳をヘッドホン化したんだ。すごい発想だね。これだけじゃないぜ、霊夢。指先にも磁石を入れていて、その指を耳の穴に入れると、指先から音楽を聞くこともできるんだ。そんなことまで？リーさんによると、この種のヘッドフォンインプラントの機器は、日本円で3000円から3700円くらいで購入できるそうだ。まあ、感染症や切除につながる危険があるから、おすすめはしないけどな。うん、やめといた方が良さそうだね。四つ目に紹介するのは生体情報チップ埋め込みだ。ジムキャノンさんはチームで、人体と統合するデバイスを作っているんだ。そのチップってどんなことができるの？体温を記録し、熱が高ければテキストメッセージを送ってくれたりするらしい。データは Bluetooth で送られ、充電はワイヤレスでできるんだぜ。体温を測るだけなら別に体に埋め込まなくてもいいような。それに、もっと小さくできなかったのかなって思っちゃうよ。まあ確かにそうだよな。この種の人体を普通でなくする行為をアメリカですると、医師免許を剥奪されるらしく、わざわざドイツに行って手術したんだぜ。手術自体は麻酔を使えば痛くなさそうだよね。この手術は麻酔なしで皮膚と脂肪を引き剥がして、デバイスを入れるポケットを作ったそうだぞ。いやー、私は、そこまでしようと思えないよ。同感だ。5つ目に紹介するのは指を切り落とすだ。怖すぎる、めっちゃ痛そう。ブラジル人男性のディアバオ・プラードさん。彼は人間のサタンと呼ばれているんだ。どうして、そんな風に呼ばれてるの？人生を体改造に捧げていて、全身をブラックタトゥーで覆い、頭に角を埋め込み、皮膚の下にはコブ状のインプラントが入っていて、舌の先を2つに割り、耳を取り除き、鼻の先を削るなど、様々な改造をしてきたからだ。聞いただけでヤバいのが伝わってくるよ。そんな彼が次の改造に選んだのが指を切り落とすことだったんだ。彼のインスタグラムでは薬指が切り落とされた彼の手が紹介されているんだぜ。自分の理想の体を手に入れるためには、痛みに耐えるのも厭わない、と彼は話しているんだ。薬指がない体が理想っていうのも、私にはわからない感覚だな。私もわからない。6つ目に紹介するのはスカリフィケーションだ。スカリフィケーションって何？スカリフィケーションとは、身体改造の一種で、皮膚を傷つけた際に形成されるケロイドによって身体に模様を描くものなんだ。そんなものがあるんだね。ああ、スルマ族という部族にとって、
思春期の女の子が体を切り裂かれる痛みを我慢できることは、その子の精神的成熟と出産への意欲を示すものと考えられているんだ。すごい考え方だね。10分にわたる儀式で女の子がナイフやカミソリで肌を切られるんだ。女の子は儀式中、何も言葉を発さず、痛そうな様子も見られなかったらしいが、儀式後に辛くないかと尋ねると、もう少しで失神するところだったと告白したという。痛すぎて何もできなかったんだね。こういう風習なくなればいいのにって思っちゃうよ。多分なくならないな。スルマ族の男性は傷のない肌を見にくいと感じるらしいんだ。それが現在までこの風習が残っている理由の一つなんだね。そうだ。七つ目に紹介するのはボディサスペンションだ。ボディサスペンションって何？ボディサスペンションは自らの体にフックを刺して吊り上げる、身体改造の一種だ。めっちゃ痛そう。フックを刺すときは遺体が綺麗に刺さってしまえば、吊られているときには痛みは感じないらしいぞ。体の力を抜いて、深く呼吸をして、抵抗せずに身を任せるようにするといいんだぞ。いや、アドバイスされても私やらないからね。なんだ、つまんないな。ボディサスペンションは吊り方もいろいろあるんだぜ。背中で吊るスーサイドやスーパーマン、お尻で吊るアストロノーツ、座禅のようなロータスなどがあるんだ。ハーネスとかブランコじゃダメなの？ハーネスやブランコとは全然違うらしいぞ。痛みを伴うかが重要らしい。理解できないよ。2001年にはラスベガスでサスペンション結婚式が行われたんだ。新郎新婦も新婦も背中で吊られて飛んでいたんだぜ。屋外の開催で広大な砂漠みたいな場所だったから、マッドマックスみたいな雰囲気があったそうだ。私が知ってる中で一番痛そうな結婚式だよ。そうだな。8つ目に紹介するのはマグネットインプラントだ。マグネットを埋め込むってこと？そうだ。一般的には指に埋め込むらしいぞ。どんなことができるようになるの？クリップを持ち上げたり磁場や電磁波を観測できるんだ。なるほど。磁場を観測してどうしたいの？地中を走る電線の場所がわかったり、電化製品のスイッチが入ってるかどうかが離れたところからわかったりして、かっこよくてどうでもいい、面白い能力がゲットできるんだぜ。私は遠慮しておこうかな。その方がいいな。手術は、こういうのを専門でやってる、闇医者が受け負っているらしいからな。怖いよ。9つ目に紹介するのはヒレを頭蓋の側頭部に埋め込むだ。ヒレ？ああ。スペイン在住のマネルでアブアスさんは、大気の振動を知覚し、天候の変化を知ることができるヒレを、頭蓋の側頭部に埋め込む手術を行ったんだ。人間じゃないみたいだよ。それもそのはず、彼は自分を人間だと思ったことはなく、異なった生物種であると自認しているんだ。そうなんだ。ああ。彼は頭蓋骨に埋め込むヒレのインプラントを開発したきっかけについて、私は、大気の中でも特に雨に特別なつながりを感じてきました。だから、温度や湿度、気圧など気候の変化を知覚できる人工の感覚器官を、インプラント手術によって側頭骨に埋め込みたいと、ずっと思っていたのです。また、私は現実や神話上の海洋生物に常に興味を抱いているので、トビウオのヒレの形をした器官がアイデアとして浮かんだのですと語ったんだ。でも、このヒレ軽そうだよね。いや、軽そうに見えるが実は 500g もあって、太陽光で充電可能だし、Wi-Fi 経由でいろんなデバイスにも、接続できるらしいぜ。大気の振動を感じる以外にも、いろいろできることがあるんだね。最後に紹介するのは腕にメリケンサックを埋め込むだ。イギリスに住むマシュー・ウェランさんは、全身の 90% がタプーに覆われ、イギリスで最もタプーを入れた男として君臨。2008年には改名してインクの国の王を名乗っているんだ。結構ぶっ飛んでる国王だね。ああ。これまでに日本円で約580万ほどの費用を、身体改造につぎ込んできたそうだが、そんな国王の体に危機が迫っていたんだ。どうしたの？数年前に腕にメリケンサックをインプラントしたが、今になって拒否反応が出てしまったんだ。それは大変だ。国王は手術で摘出しないと腕を切断することになるかもしれないぐらい、深刻な状況だったらしい。タプーやインプラントは感染症などのリスクも高いし、粗悪なインクや衛生的でない器具を使うと、命に関わる危険性もあるんだね。ああ、身体改造したくなっても、一旦立ち止まって、本当に必要か考えた方がいいな。そうだね。それじゃあ、今回の動画はこれでおしまいだぜ。また、見に来てね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。